けたたましいカラスの鳴き声がクロードの耳をつんざいた。戦支度の手を止めるほどに。天狗がいるぞ！探しても無駄だ。誰かいる。これはわしがなくした巻物。
果たして荷車を見つけたのか。双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。モーコの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。大木のような鬼がクロードの行く手に立ちはだかっていた。地獄に落ちろ！
闇ガラス。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはず。だがそれは別の機会に語ることとしよう。